よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日で平成最後の収録なんですよ。あ、そうなんですか。あれ来週は、あ、そうですね。そうなんです。どうでしたか、平成。平成ですか。あ、僕、あれなんですよね。生まれてすぐ平成になったんで。そうですね。あ、なんか、記憶のある年号が終わるなっていう感じですね。うん。なんか、この時期とかさ、年末とかさ、平成最後っていうのでさ、もうどの番組もそのキーワードをつけてさ、はいはい、いろんな特番もやっててさ、いやー、なんか、そんなんばっかだなって感じ。でも、いいんじゃないですかね。何でも楽しめるのは、羨ましいなというか、いいことなんじゃないかなと思いますけど。なんか、デパートとか行ってもさ、商品にさ、平成最後のなんとかなんとかとかでさ、だいたい売り出してさ、はいはい、それでこうビジネスにしてるね、とことかもあるから、うん、まあいいのか悪いのかわかんないけどね、なんかもう最近そんなんばっか見てて、あ、終わるんだなっていう感じ。そうですね。もうちょっとマイク近めでいいですか？あ、はい、わかりました。すいません。で、あとそっか。話入る前に、ゴールデンウィークが、それで来週じゃないですか。はいはい。ちょうど、今週で終わりだよね。今週で終わりっていうか、今週の土日からだよね。そうですね、ゴールデンウィーク、はい。で、その、30日が、単位の日で、で、一日が、祝日だから、違うか。二日から普通のゴールデン、ん？二日？で、一日がだからなんか特別な休みになるんだよね。そうですね。休み10連休になる。10連休何します？ 10 連休何するか全然決めてなんかいいですね。うん、でも、あれですね。なんか天皇即位の時に、なんかその時だけ作られる建物があるとか、いう話を聞いたことがあって、それを見に行きたいなと。なるほど。なんかすごいお金かかってるらしくて、すごい建物らしいですね。何がすごいのか知らないですけど。なんか10連休もあるとさ、逆に予定立てるの大変だよね。大変ですね。うん、いやだ、例えばさ、その旅行に行くとかさ、はいはい、さっき言ってさ、そのじゃどっか出かけるっつってもさ、せいぜい1日2日分ぐらいしかこう予定が生まれないじゃん。はい。で、そうすると残り8日ぐらいあって、その8日とかみんなどうしてんだろうなって思うんだよね。そう、そうですね。うん。なんかもう、すごいちゃんとしてる人はさ、わかんないけど、もう、がっつり10日分こう予定全部組んでさ、やってる人とかもさ、まあ中にはいるのかなと思うけどさ、うん、それでもね、10日分考えるのって結構大変だなと思って、どうするのがいいの？なんか、自分も一生懸命考えて、で、土日から入って、その10日分考えてみたけど、結局4日分ぐらいしか埋まんなくて、残りの6日間何しようかなって感じで。すごいですね。何するのがいいんですかね。でも普段ブログとか書いてるんで、うん、暇の時はなんか調べてブログ書くのかと思ってましたね。ああ、じゃあそう、まあ、いわゆる自分の趣味に当てるみたいな。趣味に当てるとか、あ、でも。いや、でもそれでも、うん。いや、例えばじゃあ6日間全部それやるかって言ってもそれも厳しいじゃん。まあ確かに、でもその方がやりやすいことじゃないですかね。なんかこう、普段だと片付けなきゃいけないものとかあるじゃないですか。うん、そう。なんていうか出しっぱなしにしてやりたい。うんものとか、あるんじゃないかな、うん。掃除するってこと？掃除というか、掃除しなくていいものをやり続けるみたいな。うん、ああ。いつも通りの趣味を別にやればいいじゃんってこと？あ、そう、そうですね。で、なんか、ああ、そうですね。確かに。何を言ってるのかはよくわかんないですけど、結構こう会社とかに行くと、一回一回片付けたくなるじゃないですか。うん、なんか、いない間に、こう、崩れてたらどうしようとかあるんで、うんうん、お子さんもいらっしゃると思うんですけど、うん、でもずっと見てられる状態で、うん、こう、なんていうか、見せびらきしっぱなしにできるんで、うん、そういうことができるんじゃないかなっていうのはありますけど、うん、ちょっと何言ってるか分かんないですけど。そうですね。なんかこう。まあ、要するに、あれ？そんな気にせず、普段通りいればいいじゃんってこと？まあ、そうですね。なんか、こう、電子工作とか、物出しっぱなしにしてできるので、やりやすいんじゃないかなって思います。あ、そう、なんかこう、
なんていうか、6日間同じことについて考え続けられるっていうのは、いいっすよね。そうか。そんなことないですか。いや、どうなん、ちょっとね、10日間もさ、10日間休みがあるってもしかすると、その仕事、まあもちろんその、学生の頃はさ、夏休みとかあるわけだから、1ヶ月とかさ、2ヶ月ぐらい大学の時とかあった記憶があるんだけど、社会人になってから10日間連続で休むって、意外と初めてなのかなって気がして。確かに、そうですね。ないですね。多分年末年始とかもそんなないもんね。そうですね。あっても1週間ぐらいだもんね。だから、いざ10日間休み入ったら、何するんだろうなっていう。まあもちろんね、まあ多分出かけるんだとは思うんだけど、基本的には。それでもその、ね、例えば電車に乗っていくお出かけと、その辺の公園にこう行くお出かけって、こうクオリティが違うじゃないですか。まあそうですね。だからその辺をこう取捨選択していかないと、本当にただだらだら過ごすゴールデンウィークになってしまいそうで、ちょっと心配。ああ。でもこう、10日間だらだらできるのもなかなかないだろうなと思うんで、10日間だらだらするのもいいかなと思いますけどね。そうだ、ね。ただあれですね、短期バイトとかしたいですね。あバイトダメですけど、ね、それはありかもしれないね。そうですね。うん、10日間あったらなんか一仕事覚えられますからね。多分、ランサーズとかで探せば、1週間ぐらいの納期のさ、仕事とかあるから。そうですね。それ1本やるとちょうどいいかもしれないね。うん。いや。うん。あれかな。まあ、そういうのじゃなくても、例えばじゃあ誰かと、趣味の合う人とかと一緒に、一週間で、なんかウェブサービス作るとか。そういう人もいるかもしれないね。面白いと思いますけどね。うん。みんな何するのかなと思って。ちなみに、樋口くんはそれ、建物見に行く以外にあります？建物見に行く以外にないです。建物見に行くのもよくわかってないので、そうです。そうですね。行ってみたいなぐらい。いつの間にから一週ゴールデンウィークなんだって感じですね。本当だよね。早いよね。うんでもゴールデンウィーク終わっちゃうともう5月なわけじゃないですか。はいはい。5月ってもう5月ですよ。年明けてからもう4ヶ月、5ヶ月目突入。そうですね。ちょっと早いっすよね。早いっすよね。もう半分、3分の1終わりですもんね。で、それでも1ヶ月しちゃえばね、半分終わりだもんね。そうですね。いやちょっとあんまりこう悠長にね、そろそろこう、ペース上げていかないと、今年あっという間にまた終わっちゃうんじゃないかなっていう心配が。そうですね、うん。あるんで。このゴールデンウィーク、いかに有意義に過ごせるかっていうのは、意外と個人的にでかいんじゃないかなと。開けてこう一気に加速できる感じの、有意義な感じで過ごせればいいかなっていう、感じです、うん。確かに。ちなみに僕は、実家に帰る。あ、そうなんですか。あれなんか、最もオーソドックスな過ごし方しますね。まず一つは実家に帰る。うん、もう一個は、焼肉に行く。はいはいはい。うん。以上。焼肉に行くのもなんかあります。予定立てて、しっかり予定立ててるんですね。この日に焼肉に行くぞって。そうそうそう。あ、人集めてるんですね。なんか。いや、集めてないです。家族だけ。家族で焼肉行くんだな。思い立った時に行けばいいんじゃないですか、ね。なんかすごいいいところ行く。いや、それは全然近所の焼肉屋なんですけど。はい。そうなんです、うん。一応なんかこう、ね。予定をこう前もって立てとけばさ、行く気になるじゃん。はいはいはい。うん。なんかそうじゃないと、こう、なかなか行く気になれない。ああ、そうなんですね、うん。あんま気軽に焼肉行こうかなと思わないんですよね。ああ。っていうのもなんか、大体もうファミレスなんですよ。はいはいはい。その子供もいるから、あんまりその、例えばその、雰囲気のいい、なんかその、高級レストランとか。はいはい。まあ、そもそも、子供いなくても行かないですけど、そういうところでやっぱ騒げたりしないんで、行かないんですよ、ね。はい、ないですね。はい。でも、そうすると選択肢がそもそも、もう決まっちゃってるんで、まあ、じゃあ、いつものファミレスとか、いつものその、カフェとか、なんすも大体。はい、はい。それも状況が分かってるんで。で、そういう、例えば焼肉屋とかって行くときには、事前にこう、ちょっと下調べをして、例えばその座席、椅子しかないところとかだと、ちょっと子供座れないから、その、座敷があるとか、っていうのをある程度調べて、でから行く感じなんで、まあ、そういう意味でも、ここに行くって決めとけば、その日までにこう、ちょっと調べて、っていうのができるんで、行きやすくなる。あ、なるほど。うん、
ちょっと考えすぎかもしれない。考えすぎかもしれない。そう、僕はあれですね、近所の外食と、なんかこう配達の時間と、時間と、まあ、どのぐらい混んでるかって、だいたい全部把握してますね。なんで、あ、この時間になったらここしか行けないな、っていうのは分かってて。しかも焼肉どっちかというと逆に事前に予定立ててると、行く気がなくなるかもしれないですね。なんか今食べたいな、と思った時に行きたいですね。確かに。こう、今日行くんだけど、午前中、例えば夜行く予定立ててて、ちょっと休みだから午前中からいっぱい食べすぎて、ちょっと夜お腹空いてないのに予約しちゃったから行かなきゃダメみたいな。そうですね。とか逆もあるんですよね。その予約してるからお昼これ食べたいけど我慢だみたいな。なるほど。そうですね。あ、なるほど。そうですね。確かに。なんかそういう日って、例えば、まあ、焼肉以外でも特別な日でちょっとこういつも行かないとこを予約したりしておくと、確かにこう他の食事を抑えるというか、そうです、そうです。規制しがちにはなっちゃいますね。そうですね。確かに、確かに。でもいいですね、なんか。いいですね。それぐらいかな。はい。あとは、まあ、行くとしたら、まあ、ピクニック行くとかかな。それぐらいしかちょっと予定がなくて。そうですね。なんか混んでそうですよね、ゴールデンウィークってどこ行っても。そうなんですよ。本当は、旅行行きたかったんで、はいはい。スペーシア、じゃねえや、ロマンスか。小田急ロマンスカーあるじゃないですか。はいはいはい、あれ乗って、箱根の方行けるんですよ、伊豆とか。そうですね、小田原まで行きます、ね。うん。で、まあ、電車で1時間ぐらいなんで、そんな大変じゃないんで、あっち方面行くって話が出てて、いろいろ調べたんですけど、やっぱりもうどこも高くて、高いし空いてないし、もうなんか、そんなに行くメリットがない。行くメリットってのもおかしいですけど。そうですね。ゴールデンウィーク価格みたいになってますしね。いや、なんかそのゴールデンウィーク例えば行ったとして、他の日休み取っていけば、2回分行けるぐらいなんですよね。そうですね。高くなりますもんね。で考えると、他の日行くみたいな。そうなんですよね。平日の方がいいですよね。っていう結論になってしまい、旅行を諦めて、今のところ焼肉ぐらいしかないですね。あとやっぱ買い物とかなのかな、近くに買い物行ったりとか。そうです。ゴールデンウィークだけやってるイベントとかあるんですかね。なんか人が逆に多く集まった方が面白いところに行った方が良さそうな感もありますね。そうだね。お祭り感がある好きな人とかはそういうところに行くのかもしれないよね。うん。まあ、やってん、なんか調べればやってそうだよね。やってそうですね。うん。ゴールデンウィークなんとかみたいなね。すいません、全然知らないですね。いやいやいや。いやでもそれちょっと調べてみて。ゴールデンウィークそろそろなんでね。とりあえず話しておきました。そうですね。いいっすか？はい。今日は、すごい昔に話した、ちょっとこれどうして話したかったかっていうと、その、ちょっと当時と心境が変わったんで、振り返ろうかなと思って、はいはい。ちょ個人的に振り返りたくて、この話をするんですけど、確か、いつ話したかも僕全然覚えてないんですけど、多分、初めに出てきたも、初めに、井口くんに出てもらった時に話してるとしたら、だいたい1年前ぐらいなんですよ。そうですね。期間的に。はい。なんで、この1年間で、この開発環境っていうことに関して、ちょっとまあ今日、なんだろう、考えが、まあ、考え変わったわけじゃないですけど、ちょっと昔これがベストプラクティスだなと思ってたことが、最近ちょっとベストじゃないなっていうふうに思い始めたんで、振り返るんですけど、はい、多分記憶を遡ると当時個人的にベストだと思ってたのは、サーバーに SSH してそこで全て開発するっていう手法で、サーバーはどの環境かっていうと、仮想化された環境があって、そこにサーバーを好きなの立てて SSH して開発するっていう手法が個人的に一番良くて、でそれはサーバーはずっと起動しっぱなしで、もうエディターとか、ターミナルとかも全部基本的に開いてる状態なんで、ログインさえすれば、また前の環境が復元できるという状況。はい。が個人的に一番いいかなと思ってたんですけど、ちょっとそれは最近よろしくないな、というのが個人的に思ってることで、一番何がダメかっていうと、
何がダメだな、ダメ、まあダメっていうことでもないかもしれないですけど、やっぱり SSH してる分、ネットワークにすごい依存するんですよ。っていうと、例えばネットワークがすごい重くなると、作業がものすごい、なんだろう、ストレスになる。例えば、コマンド1個叩いて帰ってくるのに、1秒かかっちゃうとか、っていうのが、発生した。はい。んですよ。でもそれが例えば、本当にたまにしか起こらないならいいんですけど、まあ、結構な頻度で起こる場合があって、かなりフラストレーションが溜まりましたっていうのがあって、今、個人的に一番やっぱりいいなと考えているのは、まあ、原点回帰ってわけじゃないですけど、やっぱローカルで開発するのが一番いい。うん。ローカルっていうのは、こう、自分的に言うと Mac の上でターミナル開いて、もう全部そこでエディターも開いて開発して、うん、で、コードは基本的にプッシュして、で、それで開発環境なり本番環境にデプロイするっていう流れ。多分それは、別に自分だけじゃなくて、いわゆる王道だとは思うんですよね。王道というか、普通の開発方法なんですけど、その環境が、実は一番いいんじゃないかっていう結論に、最近至りました。なるほど。ちょっとネットワーク環境を見直したくなりますよね。なんか SSH が別につまらなかったら、問題ないんですよね。問題ないと思う。なんで、問題ないと思う。まあ、ローカルにするか、SSH で繋ぐままにして、ネットワーク環境を改善するかのどっちかな気がしますけど、ネットワーク環境を改善できるかどうかは、なんか自分の、なんですか、できる範囲じゃないことは結構ありますもんね。うん、そう。だから、自分でね、改善できればいいんだけど、うん、言ったみたいに、できない部分がやっぱりあると、そこはもうどうしようもないから、例えばその、そこで回線悪くなっちゃったからって言ってどうするかっていうと、もう待つしかないんですよね。うん。基本はもう環境が良くなるのを待つしかないんで、ちょっとそれだとまあ、自分は嫌いなんですよね、やっぱり。例えばその、こう、レスポンスが遅い。そうですね。っていうのがあると、ちょっとやっぱりこう、作業効率も落ちたりするんで。で、ローカルって基本的にやっぱ、まあそういうことがまずないんで、っていう意味でも、まあ、なんて言うんだろうね。他の環境というか、ブラックボックスな部分がないような開発環境の方が、ストレスフリーにできる。っていうのがあって、一番いいかなと。うん、なるほど。うん、まあ、確かに、それでできるなら、それが一番良いですよね。うん、なんか、こう、リモート先のサーバーにしかない、ハードウェアを使ったりする場合ってあるじゃないですか。GPGPU とかやろうと思った時とかっていうと、やっぱり SSH でどうしても繋いでやるしかないかなとか思うんで。そうね。なんか、まあ、そういう要件がなければ、なけないし、性能を求めるみたいなことがなければ、それでいいような気がしますね。なんかよくあるパターンとして、その、必ずリモート先にアクセスしないとダメなケースって、一般的に考えても、例えば VPN をつないで、社内のそのリソースにアクセスするとか、まあ、うん、基本そういう感じか、まあメンテナンスを例えば緊急で外からするときに VPN で接続するとかっていうのは全然あると思うんですよね。でそういう状況はもうしゃあないかなと。はい。で、そういう時以外の開発で、なるべくそういう経路を使わないでできるようにならないかなと。さっき言ってた、そのね、社内のリソースを使うとか、ハードにアクセスするっていうのを、なるべくその、まあ、セキュリティ的な話に多分なると思うんだけど、例えばグローバルで直接アクセスできるようにするとか。で、それは、例えばだけど、まあ、IP アドレスで制限するとか、まあできなくはないじゃないですか。うん、そういうので、まあ、VPN とか貼らないで SSH もしないで直接機器にアクセスできるような仕組みができれば嬉しい。結構難しそうですね。うん、そうですね。セキュリティが黙っちゃいないって感じかな。そうだと思いますね。まずその、経路で暗号化されないですからね。うん、なんか、まあ、どういう情報を扱うかによりますけど。うん、なんか、自分の場合開発してるケースで一番、その SSH とかを除いて、まあ、よくあるのが、その V センターにアクセスするっていうケース。はい。で、V センター、やりたいことって、
vCenter サーバーの API を叩きたいんですよ。で、それを使って、例えば何かを作るとかっていう話なんで。だから、それを叩くために、わざわざその、社内リソースのところに、セキュアに接続して、で、そこで開発しなきゃいけないなわけですよ。はいはい。だから、やりたいこととしては、その、普通に自宅の回線とかを使って、グローバルに、その、vCenter API っていうのを叩ければいいんですよ。だから、その、別に社内じゃなくてもいいわけで、自分で立てて、叩けてもいいわけですよ。はい。だから、解決策の一つとしては、自分で作るっていうのもありかなと。あ、ローカルに作っちゃうのもありだ、そう、ローカルに作る。そうですね。あとは、最近だと、あの、アマゾンさんとかが、その、VSphere環境をクラウド上に作れる。ああ、はい。うん。あります。サービスで展開してるじゃないですか。はい。あれを使うとか。VMware Cloud on AWS ですね。VMware on AWS。まあ、だいぶ高いと思いますけどね、そう、開発量とか。ね、そうするんで、開発のため、に使うっていうのはちょっとコストは高そうだけど、手段としてはまあある。大体手段としては。うん。だからそういうのを使わせてもらえると嬉しいなと思ってはいる。なるほど。もしくは、まあ、その VSphere API だけの話かもしれないけど、そういう、もう VSphere API の Mock サーバーを立てる。そうですね。VCSIM っていうのはありますもんね。あ、そうだ。いや、新しいバージョン確か消えちゃったと思うんですけど、うん、昔のバージョンだと、なんか、VM を作成する API 叩いても、実際に VM のインスタンス作らないんですけど、うん、なんていうか、ソフトウェア的には作られてるみたいな状態にするっていうのがあって、それ使うと。それは何で動いてるの？それはあの、なんか普通の vCenter をデプロイするときに、なんかのオプションを入れると、そういう状態でデプロイされるっていう感じだった。ああ、でもそういう感じなんだ。いや、なんか例えば、それがベイグラントで建てられるとか、そういう話じゃないの？ベイグラントで建てられるのは聞いたことはないですね。その、いわゆる ESX とかがいらなくて、はいはい。ローカルのバーチャルボックスとかで、その Mock サーバーだけが立ち上がるみたいなのは。あ、でもやろうとはできると思いますけどね。そうなんだ。はい。それできるなら、それで自分の問題は大体解決するな。そうですね。あ、そうなんだ。あるんだ、やっぱそういうの。そうですね、うん、ある、そん。そうすれば、そういう風なのができれば、あの、アクセスするべき、アクセスしなくてもいい、レイテンシーが遅いネットワークを使わなくても良くなるんで、多分開発は、劇的に良くなりそうな気がする。うん。でも、新しいバージョンであって、あるかどうかわからないですけど、僕も vCenter5 ぐらいの時にしか使ったことないんで。だいぶ古いっすね、それは。そうですね。なるほど。いや、なんか、うん、俺ちょっとかなり、愚痴になるんですけど、はい、いやみんなよくあの環境で開発してるなって本当思いますね。そうですね。まあ、ちょっと、うん、どうしてんのかな、みたいな。いや、もうちょっと言うと、まあ、基本的に OS は Windows じゃないですか。社内で使える。ああ、はい、そうですね。PC は。はい。そうなると、もうそこで厳しい。まあ、ローカルで開発するの厳しくなりますね。そこでもうすでに厳しいんじゃと思ってて。そうですね。みんなどうしてんのか。まあ、手段としては、じゃあそこで開発するってなった時に、例えばだけど、多分言語にもよるかなと思っていて、プログラムの言語、はい、例えば、Java を使いますってなったら、Java って ID が必要なわけじゃないですか。もう基本的には。そうですね。もちろん使わない人もいるかもしれないですけど。はい。そうなると、そのグラフィックユーザーインターフェースが必要なんで、別に Windows でもいいんですよ。はい。そこに、その何、何なんだっけ、IntelliJ とかこう落としてきて、Android Studio とか落としてきて、そこで開発すればいいわけなんで。いいんですけど、その、なんだ、Emacs とか、ビームを使いたい人。で、基本的にコマンドを叩いて、コンパイルとか、ビルドするケース。ってなると、やっぱり Windows は辛いじゃないですか。そうですね。うん、で、まあ、大体そういうケースの場合って、さっき言ったベイグラントとか、使って、Windows マシン上に VM を立てて、そこで作業をすると。まあ、それも、あり、なしではないかなとは思うんですけど、どうすか？
いや、僕昔それやってたんですけど、なんか、スラックとかの通知が、なんていうか、その、VM 側で出ないじゃないですか。ああ。でも逆に VM 側で出しちゃうと、Windows 側で出すのと二重に出てきちゃったりするので、なんかそういうの防ぐのができないなと思って。うん、結局、なんだろう。その、すべてを満足させられないわけじゃないですか。そうですね、うん。それがやっぱりちょっと微妙かなと思ってて、その、でも自分は結局 Windows じゃなくてずっともう Mac で作業してて、Mac はやっぱりターミナルがあって、で、仮想化もしなくていいんで、やっぱりあんまりストレスになることがないんですよ。で、最近 Windows にバッシュの機能がついたやつあるじゃないですか。あ、はいはい。あれをやってみたんですよ。試しに。はい。あれも、正直やっぱダメで、まだまだ発展途上すぎて、うん、その、なんか Ubuntu とか、なんかその、他のディストリビューションもなんかあったんですけど、なんかこうダウンロードしてくるじゃないですか。はいはい。マイクロソフトストアって言うんでしたっけ ?MS ストア。はい、なんかアプリケーション入れるやつですよね。はい。で、こう、ダウンロードすると、なんかデスクトップ上にアイコンとかができて、それをクリックすると、なんかターミナルがこう立ち上がって、そこでこう、Ubuntu が動くみたいな感じだったんですけど、その、まあ、Ubuntu ではないんですよね。厳密に言うと。Ubuntu なんですけど、厳密に言うと、本当の Ubuntu ではない。Windows 用にこう、カスタマイズされた Ubuntu なんで、まあ、普段通り Ubuntu を使おうとしたら動かないことがやっぱりある。うん、から、結局やっぱ機能足りなくて、まあ、断念して。まあ、そういう場合って結局そうすると、ターミナルで SSH して、その仮想環境に入って開発するのが一番いいのかな、という感じに思ってます。そうですね。そうなっちゃいますよね、うん。ちなみに Windows のバッシュは何がダメだったんですか？なんか、何のコマンド打ったんだっけな。なんかのコマンドを打ったときに、予想した通り、なんかスドゥとかだったかな。結構あれですね。なんか動かなくて、とかもうすぐやめちゃいましたね。僕が触ったときなんかインサイダープレビューのなんか登録をして触ったんですけど、うん、なんかすごいディスクの書き込みが遅くて、使い物にならなかったですね、その時は。ファイルが書けない。なんで、まあ、どうすんのかなと。なるほど。気になるんですよね。うん。まあ、大体なんかでも他のメンバーの人とか聞くと、大体なんか、こう横で作業とか見てると、大体こうサーバーに SSH してやってるから、うん。そうですね。自分でこうサーバー作ってやってるのかなって感じはするんで。ほとんど人サーバー作ってやってますね。まあ、それがみんなの中でも、ベストプラクティスになっちゃってるのかなって。でも一番やりやすかったのはやっぱローカルに VM 立てるやつが一番やりやすかったですね。やってたけど。やりやすいっていうか、レスポンスが早くていいっていう感じ。あ、レスポンスが早くていいですね。まあ、あと、やりやすかったですけどね。なんか EMAX トランプモードとかあるじゃないですか。なんかあの辺使えばそんなに気になることは多くなかったです。EMAX、まだに EMAX はね、やっぱ使っちゃうから。ね。どうなんだろうね。どうなんですかね。まあでも一回手に染みついたら死ぬまで手に染みついたままでいいかなって思いますけどね。EMAX とか、そうなんですよ。だからもう最近はなるべくこうネットワークを使わない開発にしてますね。でもそれがいいと思いますけどね。外部にこうアクセスしなきゃいけない時もなるべくこう、ローカルに立てられるものはローカルに立てて、うん、で、そこにアクセスしてテストするとか、っていう風にしてますね。そうですね。いや、でも実際に開発、なんですかね、環境がないとできない開発ってすごい減らしていきたいですよね、なんか。分離したいですね、なんか。分離したい。いや、なんかでも、まあ、一個それでデメリットかなっていうのを思ってるところもあって、よく、ローカルホストだけで動くように再現できるように、いろんなその、なんだ、例えば Docker Compose ファイルにいろんなコンテナが立つようなのがあって、はいはい、ってのも、
例えば普通にアプリケーション作ってれば、まあ、例えばウェブサービスとかだと、ウェブのサーバーがあって、で、まあ、もうか、ウェブのサーバーっていうのは、例えば Nginx とかがいて、はい、その下にアプリケーション、その Ruby とかで動いているようなやつがいて、その下に、まあ、データベースとかキャッシュサーバーとかがいるっていうのの他に、アプリケーションサーバーが例えば外部にこうアクセスする。で、それは、例えば AWS とかにインスタンスが置いてあるけど、手元で再現するための、まあ、さっき言った Mock の、Mock とか Stub のこう、サーバー、コンテナが立つように、Docker Compose に書いてあるとか、っていうのがあって、はい、で、それをこうローカル立ち上げて一発で立ち上がりますよ、みたいなのをこう作ってくれてる人とかよくいるんですけど、まあ、大体上がらない立ち上がらない。どうしてですか例えばその Config ファイルとか、はい、で、そのローカルに影響するんで、例えば環境変数通してないとか、あるべきライブラリーが通ってないとか、あるじゃないですか。で、やっぱそういうとこで大体ハマるんですよ。うん。うん、だから、あんまりその、全部ローカルでやろうとするのも、ちょっとよろしくないかなって気がする。どうですか？それなんかその、ノッカーコンポーズファイル作った人も、なんか、あれなのかなと思いますけどね。作り方が悪い。あ、そう。そうですね。なんかローカルにその、何がそれでダメかっていうと、もう一個あるのは、リソースを食いまくっちゃうんで。ああ、そうですよね。逆にそれで、単純に例えばエディターのレスポンスが遅くなったりとか、あとはじゃあビルドする時間長くなっちゃったりとかっていうのもあるんで、それもよろしくないかなって気はしてる。で、ある、例えば一部の部分だけは、クラウド上にデプロイしておいて、そこのエンドポイントをただ叩きに行くだけ。開発環境のエンドポイントがあって、それを叩くみたいな。で、それは、頻繁にこう叩くわけじゃなくて、例えばその、ワーカーとかがいて、それがある一定のタイミングでこう叩くだけなんで、そんな今日開発の、なんだ、流れの中で、例えばそこを叩くと、毎回30秒ぐらいレスポンスかかっちゃいますとか、そういうのじゃなくて、まあ、1、2秒はかかるけど、それぐらいのレスポンスで返ってきて、まあそんなにこう開発としてフラストレーションにならないみたいな感じであれば、外部にこう立てちゃうっていうのは、ありかなと。いうふうには思ってますね。まあ、そこはなんかこう、もう経験かなって気もしてて、ここの構成は外部に出しちゃった方がいいよとか、ここはローカルで立てた方がいいよとか、っていうのもなんか経験な気がしていて、うん、全部を全部ローカルでやるとか、その全部を全部外部でやるみたいな感じで、どっかに、どっちかに振るんじゃなくて、ちょうどいいなんかところがあって、そこでこう、開発できるようになると、ストレスフリーでできるのかなと。うん、思いますね。そうですね。時代にもよりそうですけどね。なんか。あれじゃないですかね。自宅の LAN にサーバーがあったら楽なんじゃないですかね。うん、いや、多分、自宅でできるなら全部自宅でできるのがいいかなっていう気はしてるんだけど、いや、そのためだけにちょっとサーバー買うのもなっていう気はしていて。そうです。うん、いや、ちなみに自宅に、なるべく、なんだろう。まあ、サーバーじゃないですけど、ラズパイは実はずっと起動してるんですよ。はいはい、自宅に1台。で、そいつは、自宅の中からしかアクセスできないようなバッチとか動かしてるんですよ。はい、だから、そこにこう、コンテナ立てるってこともまあ、できなくはないんで、ただまあ、リソースがすごいしょぼいじゃないですか。だからそんな、例えば V センター立てるとかできないので、うん、そうなるとやっぱ専用のハードを買ったりとかしないといけない。ちょっとまあそうなるとな、そこまでやるかみたいな感じもするんで。そうですね。そこまではできないですね。うん。まあそのためのクラウドなのかなって気はするんですけどね。その自宅に立てるのにコストかかるかな。クラウド上に立てる。うん。モックサーバーとかを。でさっき言ったそのレイテンシーはあるけど、我慢する。我慢するっていうか、うん、そのアクセス頻繁にしないとか、すぐレスポンス返すような仕組みにしとけば、うんうん、そのさっき言った SSH をして開発するのは何がダメかっていうと、作業自体が SSH 越しじゃないですか。そうですね。だから、それがダメなんですよ。SSH 越しなのがダメ。だから、そうなる、そこで Emacs とかを開くと、Emacs のカーソリードとかも遅くなっちゃうんですよ。遅くなりますね。それがダメなんですよ。ローカルでエディター開いとけば、それはないじゃないですか。はいはい。
ネットは関係ないんで。で、そのプログラムとかの中から外部のサーバーを呼び出して、そこでまあ多少のレイテンシーが発生するだけなんで、正直それはそこまでフラストレーションにはならないので、それは良し、とは思ってますね。なるほど。うん、あれ、あんまり解決にならないかもしれないですけど、モッシュって知ってますか？はい、あれ使うとなんかだいぶ快適になりますよね。こう開発ではないですけど、ね、なんかコマンドツのとかはすごい楽になるなと思います。なんかあれですって海外のサーバーと繋いだ時とか、うん、ものすごい遅いんですよ。はいはいはい、そういう時になるとすごい重宝しました、ね。なるほど。モッシュって自分が知ってるモッシュと違うかもしれないですけど、モバイルシェル。モバイルシェルなんですかね。なんでモッシュって言われるの？ MOSH ですよね。MOSH です。なんか昔使った気がするな、MOSH って。なんか、軽量なんですよね。軽量。違ったでしたっけ？軽量というか、なんか普通、こう、コマンド遠くのところで入力すると、なんていうか、ABC って入力したときに、こう A 入力したときに A 出てくるのが遅いじゃないですか。うん、コマンド表示されるの。それが、なんか、サーバー側に届く前にフロント側では表示されるようになるので入力しやすくなるっていう。SSH の代わりになるかもしれない。モバイルシェルですね、やっぱり。モバイルシェルですね、うん。はいはい。そうか。これ一時期ちょろっと使ってたけど、やめました。これ当時やめたなんでやめたのか分かんなかったっすけど。まあ、バッシュが良かったのかな。でもそれ SSH の代わりのやつですね。そうですね。シェルの代替ってわけじゃないのか。シェルの代替、SSH の代替です。なるほど。使ってます。でも、エディターとか使うときはどうなるのかよく知らないです。まあね。よく知らないというか、そうですね。エディターの、そうですね、動作は予測できないので、うまく動かないでしょうね。っていう感じになりました。まあそうですね、はい。なので、もう、全部ローカルで、今はやってます、はい。最近は、開発してますか？開発ですか？コード書いてますか？コードは、最近あんま書かないですね。あんまり書かないというか、ほぼ全く書かないんじゃないですかね。オペレーションばっかって感じですか？いや、オペレーションもあんまりしない気がしますね、うん。なんかこれはやるべきかやらないべきかみたいなのばっかりですね。そうですね。とか、これをやるにはどうしたらいいかみたいなのを考えてみんなに。うん、あと、あれか、あれですね。最近思うのは レビューがすごい多いですね。オペレーションのレビューもそうですけど、コードのレビューもあって。それ結構悩みなんですよね。それ最近あんまり書いてないのに、全然レビューできる能力がある感じがしないので、結局他のレビューできそうな人と繋げて、まあ、その人が OK って言ってるからまあ大丈夫だろうっていう感じになりつつあるのが不安です。レビューね、うん。自分もレビュー回ってくるから、レビューするけど、レビューって、一言で言う、なんだろう、言ってるけど、実は、めちゃくちゃやることは、があって、例えば、単純にアプリケーションの、ね、プルリクが来て、で、そのプルリクのレビューをお願いしますって、まあ来るじゃないですか、大抵のケースで。もちろんその、ソースコードじゃない場合とかもあるかもしれないですけど、まあ、ソースコードだとして、レビューをお願いしますってなって、まあソースコードを見て、その目で見てこう判断するレビューっていうのは当然あると思うんですけど、個人的には、それだけだと全然不十分で、ちゃんとそこのプルリクに送られたブランチをちゃんと手元にプルしてきて、そこでちゃんとビルドとかテストが動くか確認して、か、まあテストして、それで初めて OK。うん。マージできますよっていうものかなと、レビューは思ってるんで、結構レビューは大変なものだよっていう気はしてるんですよ。うん。本当にただ見て終わりじゃなくて。本当にただ見て OK かどうかっていうレビューは、まあ、もちろんあると思うんですけど、まあ、そんなに意味がない。うん。うん、いや、わかりますね。うん、でも、個人的には、なんか最近思うのは、なんかレビューで大事なのって、なんか行動じゃないっていうのもおかしいですけど、なんかなんでそれを追加したかとか、うん、何をしてるかっていうのを、こう教えてもらって、
なんかそれがコード上にちゃんと表現されてるかっていうのが大事かなと思ってます。今後のメンテナンスする上で。で、なんか、例えばこれは何とかをしている、その MR なんですっていうふうに書かれてたときに、コード見たときにそれがわかるのかどうか。で、なんか、不自然な実装があったときには、僕は不自然な実装というかなんか、なんでやってないかみたいなのはコードの上に残ってた方がいいのかなと思うんで、コメントアウトで書いてもらった方がいいかなとか、なんかそういうところが大事なので、ドキュメントとしてコードが成り立ってるかみたいなのが、なんか一番僕の中では大事ですね。で、あとは、なんか中のロジックが、まあ、変じゃないかっていうのは大事で、結構なんか、目で見る部分を重要視してる。で、動作に関しては、まあ、おっしゃってた通り、実際動かしてみるっていうのはすごい大事なので、うん、なんかまあ、ジンキンスなり、CI でできれば、動かしてテストされるようにして、まあ、MR 来た時には、レビューの人は、あ、通ってるんだっていうのが分かるようにすればいいかなと思うんですけど、どうなんですかね。まあ、それもなんか、ご意見あるのかもしれないですけど、その時になんか追加された要素についてテストがちゃんと追加されてるのかどうかっていうのを見るっていうのが大事なのかなって思ってます。いや、真面目ですね。真面目ですか？なんか、そうなんですよね。でも僕は結構ありますよね。名前とか気になっちゃうんですよね。なんか。変数名とか。変数名とかがなんかすごい気になっていて、でもなんかそういうのを指摘されるのって正直嫌だろうなって思うんですよ。僕もなんか指摘されたらちょっと腹立ちますもんね。なんかそんなところでもいいのにっていう。しかもなんか最初に決まりとか書いててくれればそれに従うのになってやっぱ思って。言語としてのさ、コードオブコンダクトっていうのがあるから、まあ多分それはもちろん守んなきゃいけないけど、多分さ、あれだよね。例えば、ネームっていう変数名と、名前っていう変数名で、はい、そのローマ字好きな人は名前とかって入れる変数名をつけるけど、まあ、それはだからネームにした方がいいですよみたいな、そういう話だよね。そういう話ですね。そうですね。そうなんですよ。わかる。なんとか複数形だから複数にしたいとか、リストで書きたいとか、そういうのとかです。そこもね、ルールがあるとね、確かにいいんだよね。そうですね。複数形にしますよとか、先に言われていれば、良いのかなと思って。なんだ。それが何でしょうね。クリーンコードかな、何でしょうっけ、なんかそういう本に、とりあえず従うようにしてますみたいなの書かれてたら、楽なんだろうなと思います。なんかこう、MR で一番きついの、レビューする身としてきついのは、なんかそれを書いた時に、IT がすごい嫌な気持ちになるんじゃないかっていうのを考えながら、書いちゃうんですけど、そういうの考えたら結構きついですね。多分それは樋口くんがレビューしてるときにレビューした結果をこう書くじゃないですか。はいはい。その文章に多分こう気持ちが出てるんだろうなっていうのが想像つきますよ。そうなんですか。例えば、うん、ここの変数名は、こうしなさいって言わないで、こうした方がいいんじゃないかなと思いますみたいな言い方とか。ああ、そうですね。すごいしてそう。いや、でもなんか僕それが正しいと思うんですよね。なんか、こうじゃん。こうする、まあ、こうするべきと思ったらこうするべきって言えばいいと思うんですけど、結局その書いた人が納得して、あ、確かに私もそう思いますって思って書かれないと、あんま意味がないかなと思うんですよ。同じ気持ちになって書き換えてもらえないと意味ないかなと思う。で、それで同じ気持ちにならないんだったら、いや、おかしいですよって、そこのままでもいいはずですって言われたいので、っていうのがありますね。僕もなんかそんなに、まあ、プログラミング書くとかで、僕は絶対正しいんだっていう、その、根拠もないですし、なんかそういう自信があるわけでもないので、なんかお互いに話して決めていければなっていうふうに。どうなんですかね、なんか、どっちの方が助かるんですかね。どうなんだろうね。個人的にはプリコ送って、レビューして、自分が書いた方で、プリコ送って、レビューしてくださいって送って、はい、何もコメントつけてくれない人の方が嬉しいですけどね。そうですけどね。それはそうだかもしれないですね。そうなんですかね。なんかレビュー厳しい人って本当厳しいんで、はいはい、もちろんそのね、厳しく見てくれることでいいことはあるけど、さっき言ったようになんか、そこ指摘するみたいなこともあるわけじゃないですか。
なんかそういうのを考えると何もない方がいい。うん。うん、そうですよね。そう思いますね。うん。CI 通ってるからいいじゃんみたいな感じかな。まあ、そんな変な名前使ったりね、個人的にもしない方だと思うから。うん。ただ、変数名のこととか関数名のことで言うと、なるべく短く、かつ自然言語を書いてるかのような、例えば引数と組み合わせたりするのが好きなんですよ。なるほど。Ruby が好きってことですね。まあそうなっちゃうんですよ。例えばだから、カウントっていう変数名で、引数名に必ず ラベルとかで with とかこうつけて、はい、カウントビズなんとかみたいな、まあ、自然言語っぽく関数名をつけたりとか、あとはループの中で使う一次変数とかは、もう本当に一文字だけ A とか、好きなんですよ。うん、だそういう、例えばなんか人によってはなんかテンプバリアブルみたいな。ああ、そうですね。そうですね。そうじゃないですか。はいはい。わかりやすいんですけど、ここは多分テンプだからここでしか使ってないんだろうなとか、絶対グローバルな変数じゃないなみたいな、わかるじゃないですか。わかりますね。でも、長い。のが嫌いで、そういうのはなんか短いのを使いたがる傾向は個人的にあるかなと思う。うん。うん。その辺もね、人によって全然違うじゃないですか。人によって全然違いますね。僕とかすごい関数名とか変数名とか長くしたいタイプなんで、そうですね。こう誤解されたのまずいって言って、長くしちゃうんで、人による部分もあるのを、別になんかこう、どっちでもいいっていうものは、もうどっちでもいいので、閉じた方がいいんじゃないかっていう気持ちになってますね。ゲット、なんとかなんとか、ウィズ、なんとかなんとかみたいなとか。そうですね。さすがに変数名に2とかはつけないですよね。3とか。ないですか。そうですね。確かに。ゲットなんとかなんとか2、ゲットなんとかなんか3とか。はい。これは何なんだみたいな。2と3の違いは何なんだみたいな。たまにあって、バージョンっぽくなんかつけるみたいな。はい。意味があればいいんですけどね。2と3とかの間に。そうですね。特に意味がなく、前の関数は互換を保つためだけにあって、それと同じことを、ほぼ同じことをしてるんだけど、名前がなくて2をつけちゃうみたいな。はい。そういうのもたまにあるからね。気持ちはわからなくないんだけどね。うん、ちょっとまあそれはみたいなとか、うん、まあでも継続して使わないんだったらもう本当に適当でいいと思いますね。なんか2とか3とか、まあ、2とか3とかもつけたくないですけど、プライベートメソッドだったりかもしれないね。そうですね。パブリックはちょっと厳しいかもしれないな、うん、まあでもプライベートメソッドもなんかなんですかね、管理する人が一人じゃないのでやっぱ良くないと思いますね。まあね、コードを書いてる人からすれば良くないけどね。使う人からすれば別に使わないわけだからさ。はいはい。まあいいかなって気がするけど。なんかもう今日しか使わないコードでもうやったら捨てるみたいなやつだったら、もう好きな名前つけてくださいって言います。まあ本当にただメインが一個あって、なんか集計するためだけにこう作ったスクリプトとか。そうですね。かもしれない。ね、レビュー。レビュー、だからレビューはすごい悩みますね。なんかでもやっぱ人に聞くと、いろんな人いますね。なんかいろいろ言われたい人もいれば言われたくない人もいるので、うん、なんか、そういう印欲しいですね。こう、言われたいマークみたいな。ローカルで作ればいいのかもしれないです。なるほど。なんかアクションアイコンと一緒にこう、送ってきて。そうです。このプリリクに関してはあまりコメントしないでくださいみたいな。そうです。それありかもしれない、ね。まあ、私もなんかまずいの分かってますみたいなのがちょっと欲しい。こっちも空気を読んでますみたいな。そう空気を読んでのプリークですみたいな。そうですね。それいいかもしれないね、うん。あんまりそういうの書かないけどな。なんかこう、マージされたやつも、なんかこう、レビューした人がいると、なんというか、なんですかね。なんかこう、しっかり考えられてマージされたのか、うん、なんかもういいやっていう感じでマージされたのか分かんない時あるじゃないですか。それをどうなくすのかっていう。あれじゃない？マージされるまでのコメントの量と時間じゃないですか。まあ確かにそうですね。もうそれ。そこをもうこう読み取る力が多分。うん。もうそういう人にはあるんですよ。そうですね。あ、こ
このプルリクは適当にマージされたんだなとか。そう思うわけですよ。なん、でも、何にもコメントつかないでプルリクマージされることって、社内とかだとあるんですけど、GitHub とかだとまずないかなと思うかな。うん。必ず何かコメントがつく。これはなんでみたいなやつですか、うん、あとは、例えば、まあ、プルリク送ると大体まあ向こうの人たちが、向こうの人たちっていうかまあ誰かがアサインするじゃないですか。じゃあ見てね、つって。で、その人が見て、そうするとその人がまた、これどうかなって他の人にこう振ったりとかするんで、一人でこうやっぱり解決しようとしないっていうのは、なんかオープンソースとかとよくあるかなっていう気がするんで、ひぐし君が言ったみたいになんかその、他の人がどう思うかっていうのを共感得るっていうのは、レビューの観点的にはやっぱ大事なのかなって気はする。そうですね。うん、でもレビューって、まあ、目的？レビューの目的？で何かって言ったら、大目的は多分バグを発生させないだと思うんですよ。レビューの目的はですか？いやもうなんだろう。いっぱいあると思うよ。いっぱいあると思うんだけど、はい、その真の目的というか、すべてのレビューに共通してるものとしてある、大目的としてあるのは多分バグを出さない。うん。まあ、品質の、まあ、品質のいいコードにするって言うとちょっと違うかもしれないけど、とにかくバグを出さないんですよ。っていうのが多分大目的であるんで、バグってなきゃ何でもいいかなっていうのが個人的にあるんですよね。本当ですか？僕なんか設計思想に沿ってるのが一番大事かと思ってました。なんかこう、そうですね。なんかユニックスコマンドでユニックス哲学に沿ってないオプションが追加されそうになったら、それはこう弾くみたいな。そういうのってやっぱ人間じゃないとやるのきついんでっていう。例えばじゃあ、なんかコードが重複してないかとか、そういうのも大事ってことだよね。同じようなことをどっかで2回書いてないかとか。まあ、そうですね。それはなんかでも、そういう設計になっててほしい部分は若干ありますけどね。まあでもそういうのを大事にすると。そうですね。それは、うん、まあそれも大事だと思うけどね。うん、俺バグってなきゃいいかな。なんかバグ、うん、どうなんですかね。バグを減らすっていうのだとテストをやっぱ増やした方がいいのかなと思いますけどね。レビューをするんじゃなくてテストを増やすか。でもまあなんか、レビューしないと、やっぱ見つかりにくいこともあるのかなっていうのは、最近体感はしますね。ね、僕はさ、多分レビューアーに向いてない人だと思うんで。あ、そうなんですかね。そう、性格的にもレビューアーとしての性格ってあるのかな。どうなんですかね。でもなんか気持ちよくマージしてもらえそうな感じしますね。なんか。いや、自分はまあそもそも好きじゃないんで、レビューは。うん、レビューをこう、やっぱり、好きな人とかっていうのがもしいるんだったら、そういう人にお願いした方がいいと思いますね。そうですね。はい。やっぱレビュー、僕はレビュー好きなんですよね。なんか、ああってこういうことみんな考えてんだっていうのはあったりするので面白いんですけど、なんか、まあそうですね。自分が見つけられるものの量の少なさに、ちょっと残念だなと思ってるっていうのは、どうやってみんな鍛えてるというか、どういう観点で見てるんだろうっていうのは、ちょっとレビューをしてる人にいろいろ聞いてみたいですね。まあ多分、探せばね、本とか出てる。出てます。そう、なんかツイッターとかでちょっと前盛り上がってます。なんか、ちょうど僕が悩んでる時に、なんか、やっぱりそのレビューされた時に、こういう気持ちになるけど、レビューはもう大変なんだみたいなツイート流行ってて、そうですね。みんな悩んでるんだなと思うんですけど。ね、うん。最近レビューばっかなんだじゃん。レビューが一番多いっすね。なんか自分が作るやつも結構バグばっかりなんで、うん、やばいっすね。なんかテストの追加が漏れてたりとか。そうですか。はい。はい、すいません。あとは、なんだろうな。開発、関係をじゃあ開発してないんだったら、まあもういいかな。まあでも開発環境をレビューするのにいりますからね。ついに。そうですね。レビュー用の開発環境みたいなね。そうですね。社内の完全な話になっちゃうんですけど、僕 Ruby 好きなんで、Ruby をどうやってやったら広げられるかなとか、
最近考えてるんですよ。ルビーですか。うん、ああ、ルビーでもパールでしたっけ？パールの代わりにルビーを使うみたいなのは。あ、昔ね。昔も今もそうなんだ。あ、まあそうですね。まあ名前の由来がそうだっていう噂ありますけど。パールと、PHP も言われてたかな。そう。うん。CGI とか入ってた時にね、もっと簡単に書けるのっつってルビーがね、はい、出てきたのがあるんで。うん、最近だとね、なんか、ちょっと Ruby に限った話かもしれないですけど、なんか、2019年度、だから2019年度とかで、学ばなくていい言語ランキングみたいなのが、なんかスタックオーバーフローとかでまとめられてて、うん、見たらやっぱり Ruby が入ってて、トップ20みたいに出てたんですよ。はい、で、そこにこう、まあ、ちょくちょくルビーとか入ってて。まあでも、まああのランキングどこまで信用するのか。まあそうですね。学ばなくていい言語だったらもっと昔にいっぱいありますよね。いや、なんかまあ、言語っていっぱいあるじゃないですか。うん。本当にいっぱいあって。で、その中でまあ、じゃ例えばルビーとかを選択するのに、やっぱり理由がないとダメかなと思っていて。うん。その強い動機づけをこう、納得させられるレベルの動機づけをする、しないと、なかなか厳しいかなって気がしてるんですよね。それが、なんだろう、できない。いや、もちろんその、良さは何って言われたら、言えるのは言えるんだけど、でもそれだけだとやっぱ説得力には欠けちゃうから、どうすれば、ね、広められるっていうか、好きになってくれるのかなっていうところが、まず一番かなっていうのは、ちょっと悩んでるかな。自分の場合はもう自分で書いちゃって、見てもらって、どうよみたいな感じなんだけど、やっぱりその、そもそも分かんない人は読めないじゃんと思って、良さがそもそも分かんないから、それも厳しいなと思って、なんか、一個思ったのは、Python とか、Python もいけるかな、なんとも言えないけど、その Ruby を知らないんだけど、エリクサーとかクリスタルっていう言語があって、それはこう Ruby を真似して作られてる言語ってのは結構いっぱいあるんですよ。だから、なんかそういうのをやろうとしてる人には進めやすいかなと。うん、そもそもそれはこう Ruby のこの辺を真似してるんだよみたいな感じで言うと、こう Ruby をじゃあやってみようかなみたいな。ので、なんか進めやすいんだけど、ちょっとまあ、いきなり、例えばじゃあ Python 今まで書いてる人に Ruby を進めるとかっていうのはなんかなかなか動機づけ難しいなっていうので、それ Python でもできますよって言われたらもうそれで終わりじゃん。終わりですね。みたいなね。まあ結構なんか言語を選ばれる背景ってこうそれで作られてるものがなんか何ですかね、作られてるものが有名かっていうの結構ありますよね。そのサーバースペックとか、うん、なんかフレントリーとか、あーライブラリーが、ライブラリーとか、そうですね。アプリケーション。ライブラリーが何で書かれてるか。そうですね。そういうものを運用とか運用で使うんで、その、なんていうか、普段使う言語をそれにした方がトラブルあった時楽ですよって言ったりとか、するっていうのはありますけどね。Ruby 自体、結構 Python と争うと、結構不利になること今多いですよね。もう今は Python やっとけばいい。そうですね。感じになっちゃってるからね。日本語も、もう Python も強くなってきてますし、教育でも Python やってるぐらいだからね。うん。まあ今後も全然 Python は、うん、でも Rails はなんか大体のものって今あるんですか？なんかよく知らないですけど。Rails？Rails です。Rails あるよ。Rails なんか Rails がやっぱり一番なんかこの Ruby を普及させた原因なのかなと。そうですよ。さようでございますよ。そう、でも今なんか別に使われなくなる理由をよく知らないんですけど。でも最近あんまりね、あ、でもどうなんだろう。自分が知らないかもしれないけど、あんまりこう、スタートアップとかで Rails でみたいなのあんま聞かないかな。うん、ちょっとまあ、重いんだよね、Rails ってね。はい。何でもできちゃうから。何でもできちゃったわけじゃないけど、いろんなのが入っちゃってるから、なんかこう、シンプルにスタートしたいときに、いろんなものがくっついてきちゃうのがあるから、うん、そこがやっぱりこう、学ばなきゃいけないこととかもあるから、ちょっとまあ、重いって感じかな。でもまあ、Ruby は本当に Rails に支えられてる感はものすごいあるんで、Rails が衰退しちゃうと、ちょっともう本当 Ruby をやる理由付けがかなり弱くなっちゃう気がするかな。うん、
まあ、自分は Ruby やってるって、Rails は全く書いてないですけどね。あ、そうなんですか。なんでもともと Ruby 使い始めたんですか？もともとは、多分シェフ。あー、そうですね、シェフ。うん。まあ、シェフはでも、Ruby だけど、まあ、DSL なんで、なんかそのシェフ言語みたいな感じで、レシピ作るんですけど、はい、まあ、その中にこう Ruby を書ける。Ruby のスクリプトが、そのデプロイスクリプトの中に書けるみたいな感じだったんで、うん、まあ、それでレビューを覚えたんですけど、まあ、そう考えるとやっぱりツールの影響力が強かったのかな。強いっすね、うん、使ってたツール、うん、それ以外の理由だと、まあ、やっぱりあれかな、他の言語を学びたかったっていうのもタイミング的にあったかもしれないね。ああ、もともと別の、ずっと Java だったんで、ああ、で Java でこういろいろやってってちょっと、まあ、まあ下火、ちょっと Java が下火になり始めた、個人的にね。あって他の言語って時に、まあオブジェクト思考で軽量でみたいなので、当時 Ruby が割と流行ったんでやった感じかな、うん。まあ、なんかきっかけはやっぱあるよね、新しい言語をやるにしても、うん、何かしらきっかけはやっぱあるかな。新しい言語、まあ Go とか Swift とか、一番まあ Ruby、Swift、Go が多分自分の中で一番書く言語で、その下ぐらいに Python、Java、 Java、あと、あとなんかな、まあ、それぐらいかな、メイン。あ、あと、ノード JS か。ノード JS もちょっと状況によって書かなきゃいけないのがあるんで、Firebase っていう Google のやつ。はい、あれはちょっとノード JS の SDK が一番使いやすいんで、それ使うんで。エンバース的なやつ。そうそう。まあ、それでノード JS 使ったりするの、まあ、そんぐらいかな、言語的には。うん。C 言語最近触ってたって聞きましたけど。あ、C はそう、そうそうそう。C もそうなんですよ。触って、まあ、そっか。だからそういう、状況に縛られちゃうと、もう使わざるを得ない言語、使わざるを得ないってなっちゃうと、もうそれしかないかなって感じかな。なるほど。それはもうなんか、好きで使ってるってよりかは、もう条件でそれしかないって感じなんで、仕方ないって感じかな。そうですね、C も。C プラプラ、C プラか。かな。うん。僕も言語 Ruby が一番好きですけど、なんか。あの、なんか、松本幸宏の高コードの世界みたいな本あるじゃないですか。はいはいはい、あれ見て、あ、なんか、いろいろ考えてるんだなと思って、うん、面白いなと思って好きではありますけど。なんか、松本さんが、ね、まあ、今、コントリビュートしてくれてる方はすごいたくさんいるんで、ね、急に多分亡くなってもルビーが衰退するってことはないと思うんですけど、はい、当時はね、ずっと、松本さんが一人で、まあ、自分詳しくはない、バージョン2とかになる前とか、まあね、うん、どうなるんだろうって感じだったけどね。うん、Python ですね。Python ですよね。なんかいなくなっちゃいましたね。なんか。あ、あ、ね、Python か。Python メンテナンスした方が、やめますって言ってて、うん、やっぱ、いう立ち位置の人大変なんだろうなって、大変だと思いますね。なんか、感謝の気持ちでコード書かないといけないですねって言って。さすがにね、コントリビュートできるレベルではないんで、まあ、ライブラリとかはね、うん、するけど、その、いわゆる C Ruby は、Ruby じゃなくて C なんで、はい、C が書けないとダメなんで、さすがにちょっとそこまではって感じかな。うん。前も話したかもしれないですけど、自分のページは Ruby なんでね。あ、そうなんですよ。ジキルでしたっけ？いや、普通に、シナトラっていう、ウェブフレームワークを使って、ただ作ってるだけなんですけど、うん、そうなんですよ。ただね、うん、Ruby、進めたいんですけどね、ちょっとなかなか難しいですね。いや、ゴリ押しでいけるかなと思ってた案件があって、ずっと Ruby で書いてたんですけど、ダメで、うん、Go に変えちゃいましたね。Go に変えたんですか？Go に変えたというか、まあ、Go にせざるを得なくなっちゃって。うん、書いたやつを全部一回 Ruby から Go に書き換えて書き換えましたって感じですね。うんうん、どうなんですかね。
よくわからないですね。まあ、うん。言語はいっぱいあるんで好きなの選べば僕はいいかなと思うんですけどね。あとはまあ文化とかやっぱそういうのを気にしながら選んでいくって感じじゃないですか。はい。いいのが本当になんか自分の何ですかね、細かいことを達成したいときには一番なんか直感的に書ける感じしますよね。その何ですかね、この CSV の中からこれとこれ取ってこうしたいみたいなと。簡潔に書けるっていうのが一個メリットであるから、まあなんかちょろっと始めたい時とか、そうですね、簡単なのを作りたいなっていう時にはものすごいいい言語かなっていう気が。そうですね、まあ、大規模なやつもねオブジェクト思考で書けるから全然書けると思うし、ただまあなんだろう、 Ruby ってその自然言語っぽく書くようなイディオムがあるから、はい、その DSL っていうのが誕生しがちなんですよ。で要するにその独自言語っぽく書けるようなライブラリってたくさんあるんで、その辺がやっぱり、嫌いな人もいるのかなって気がする。さっき言ったシェフとかね、モロ DSL なんで。DSL 嫌ですよね。なんか、また覚えるのかって感じになりますね。嫌いな人は嫌いなんでね。そうですね。はい。そんなとこですかね。そうですね。はい。他あります？平成最後なんで。平成最後。なんかありますかね。最近なんか他やってます？プライベートなこととかでもいいですけど。プライベートなことは何もしてない気がします。最近本当何もしてないですね。そうなんだ。なんか、そうですね。1月2月はすごいランニングとかしてて、うん、すごいいい感じだったんですけど、すごかったですね。なんですかね。ストイックにやってた。ストイックにやってましたね。すごいタイムも常に伸びていくし、これは楽しいぞと思ったんですけど、3月からパタリと、やめてしまって。満足しちゃった。いや、満足してないですね。なんか、ちょっとやってる場合じゃない、走ってる場合じゃないって、思って。いや、でも走った方がいいと思ってるのが今なんで、ゴールデンウィークは多分なんか、運動しようと頑張ってると思います。僕、ちょっと最近、やり始めたんですけど、ゲームをちょっとまたやり始めたんですよ。ああ、マインクラフトですか？いや、昔、スマホのゲームで、ソシャゲを結構やってたんですよ。はいはい、結構つっても、ポケモン GO と、パズドラと、モンスト。はいはい、ああ、なんかそれメジャーなやつですね。メジャーじゃないですか。はい。それを2年前ぐらいかな。多分もしかしたら3年前ぐらいですけど、やってて、でもずっとやってなかったんですよ。で、普通のコンシューマーゲームもずっとやってなくて、一時期、今言った、マインクラフトか、はい、をちょろっとやってたんですけど、もうそれも全然やんなくなっちゃったんですよ。で、最近またゲームをちょっとやろうかなと思って、昔スーパーファミコンで、風雷の試練ってあったじゃないですか。ああ、はい。すごい、長い、10日、ダンジョンを、進んでいくやつですね。そう。いわゆるなんかローグライクって言われてるやつで、はい、その一回ダンジョンに入って死んでしまうと、そこのレベルとかアイテムがリセットされて、もう一回初めからやり始めるっていうようなゲーム、はい。当時スーパーファミコンの時に自分はやってて、めちゃくちゃ難しかったんですよね。やったことあります？いや、やったことないですけど、トルネコはちょっとだけ見たことあるんです。まあ、それとほとんど一緒。はい。多分初めトルネコの大冒険っていうのが出て、その、なんだろう、2として多分。あ、そうなんですか。風雷の試練でも多分出たから、で、そっちが人気出ちゃって、そっちが。確かトルネコもまだなんか出てるかもしれないですけど、風雷の試練がずっと、プレスとかにこう移植されて、ずっと出てて、それが、iOS、iPhone で出たんですよ。で、1800円で出たんで、それちょっと買ってやったんですよ。で、スーパーファミコンの移植じゃなくて、DS?DS って、Nintendo DS に、はい、移植されたやつがあって、それがスマホに移植されたんですよ。だからちょっとまあ要素が違うんですけど、スーファミのやつとは、はい。ダンジョンのその要素とか敵の種類とか、あとはなんだ、グラフィックが多少違うとか、あるんですけど、まあ大体内容は同じ。その1から潜って、クリアしたら終わり、死んだら始めからみたいな。まあ大体一緒で、で、それが出たんで買ったんですよ。で、まあ、ちょうど、ちょうど、2週間ぐらいかな。4月の頭ぐらいに買ったんで、だいたい1ヶ月経たないぐらいやったんですけど、
プレイ時間でだいたい40時間ぐらいやったんですけど、まあ、面白いのは面白いですよ。ゲームとしては面白い、ね。ただ、やっぱりその、スマホでやるゲームじゃないなと思ってて、要するにゲームコントローラーがないので、ソフトウェアコントローラーみたいなのが画面に実装されてるんですよ。例えば十字キーがこうあったりとか、攻撃するボタンがこう、ボタンっていうか、何ボタン、なんか A ボタン、B ボタンみたいなのがあるってことですね。書いてあって、そこをこうタップすると、その攻撃できたり、移動できたりするんですけど、まあ、それが大変とにかく。要するに、例えば上ってこうやるんだけど、上を押せてないとか、ボタンもちょっとちっちゃいんで、なんか横を押しちゃってて、横に移動して死んじゃうとか。はい、要するになんかオペミスがすごい発生しちゃう。そうですね。のがすごいフラストレーションで、で、自分だけかなと思ったら、レビューを見たらもうそればっかで。そうですね。UI が悪いとか、その操作がすごい悪くて死んじゃうとか、いっぱいそのレビューが、あ、僕だけじゃないんだと思って、まあ、一応続けてはいるんですけど、ちょっとそれが難点。でした。最近始めたんですよ。そう。うん。なんか、ハードウェアの、何ですかね、付属品みたいなのできないですかね。うん、そう。なんかスマホを横向きとかにして、なんかこう、なんだ、コントローラーの形にこうガシャッとはめ込んで、そうですね。ゲームできるみたいなやつあるじゃないですか。あ、はい、ある。あれ、だから、ああいう何アーケードコントローラーじゃないですけど、プロコンみたいなやつに対応してくれれば、普通にそのスーパーファミコンをやる感覚でできると思うんで、それに対応してほしいんですけど、まあなんかそれにはまだ対応しない。てかまあ一生対応しないんじゃないかなって気がするんですけどね。でもまあ対応したところであんま電車の中でそれ使ってゲームする気ないっす。スマホの意味がなくなっちゃうんですよね、そうすると。だからもう多分あの操作に慣れるしかないかなと。だから何がその、プレイする上でオペミスを起こすかっていうと、そのゲームコントローラーの場合って実際に物がこう手元にあるんで十字キーの感覚があるじゃないですか、はいはい、例えばなんか上っていうとこう上の形をしてるじゃないですか、だからこう体がこう無意識にこう押せることができると思うんですよ。ただその無形物なんでコントローラーがソフトウェアなんで、そのここだと思ってタッチしても違うとこ行っちゃってるとか、うん、っていうのもその触れて確認することができないんで、それが多分オペミスにすごい発生、オペミスにつながってるような気がしていて、そこのボタンの位置とかを多分体で覚えるしかないんですよね。うん、そうですね、うん、でもやっぱホームポジションがわからないんで体で覚えるのも限界ありそうですけどね、うん、だからそこら辺を慣れるまでに多分ものすごい時間かかるんだろうなっていう気がしてて、その前にもう飽きちゃいそうなそうですね。フラストレーションすごくてね、ちょっとなんかゲームって本当はこう楽しみたくてやるもんじゃないですか。もうそうですね。それがこう操作してるだけでこうイライラしちゃうんで、ちょっとこれは失敗したかなっていう気もしてます。確かに。うん、リアルタイム性求められるゲームはやめた方がいいですね、アクションとか。ただまあ一個期待してるのは、その DS とかプレイステーションとかっていうのはもうハードで売り切りじゃないですか。はいはい。スマホのアプリなんで、バージョンアップするんですよ。で、この間もバージョンアップして、その時にそのちょっと UI 改善しましたとかって言って、こう押しやすくなってたりとか、反応良くなったりみたいなのあるんで、その今後のアップデートでもうちょっとこう操作性が良くなるんじゃないかなっていうのは期待してます。うん、なんか面白そうですね。なんか逆に、その UI がどんな感じで良くなっていくのか楽しめるかもしれないです。それをちょっと期待するしかないかなって気がしてますね。面白いですね、うん。スマホゲーム。うん。スマホのゲームは僕、そうですね。そういえば一個よくやってるのあって、将棋やってますね。将棋ウォーズっていう、してます？将棋ウォーズは聞いたことありますけど。あ、聞いたことないです。ああ、あれ、いいですね、なんか。あれはネットの人と対戦できるやつ。あ、ネットの人と、基本なんか対人対戦で、なんかコンピューターすごい弱いやつしかなくて、なんか、面白いですね。なんかこう。なんかあれ、プロの人も出てるんじゃなかったでしょ？ああ、そうですね。なんか、お金払うと、プロの人と対戦できるみたいなのがあって、なんか、プロの人が入場してるときに、こう、タイミングが合えば、プロと対局できますね。なかなかタイミング合わないらしいですけどね。将棋は、
最近は全然やってないですけど、一時期僕もちょっとやってましたよ。ああ。ぜひやりましょうって。居飛車しかできないですけどね。いいじゃないですか。僕振り飛車党なんですけど、なんか全然、居飛車の方が、将棋的には楽しいだろうなって思うと多いです。いや、どうなんだろうな。なんか、あれじゃないですか、なんか、この手が良さそうっていう手の数があるじゃないですか。うんうん、なんか振り飛車だと、大体もうこの手しかないだろうみたいなのが、結構ある気がするんですけど、居飛車はなんかもかなり自由に、この手もありそう、この手もありそうっていうのがあるような感じがするので、楽しいそうだなとは思いますけどね。なんかこう、攻めてる感はあるかなと。攻めてる感ありますよね。そうですね、なんかこう。守りに行ってない感はあるかなという気がして。うん。振り飛車は基本、守ってですもんね。うん、いや、楽しいです。なんか僕も、なんか一級なんですけど、もう長らく一級をやってて、全然初段に上がれないんですよね。そうなんです。今年でなんか、その1月2月の調子良かった時は、なんか7連勝とかを何回かやってたんですけど、これ上がれるかなと思ったんですけど、なんか3月になってからもう全然ダメで、そうなんです。上がれなかったっていう話です。将棋坊主は持ち時間ってどれくらいあるんですか？持ち時間はなんか選べるんですよ。10分と3分と 10秒将棋をするっていうのを選べて、まあでも基本は、早指し戦みたいな感じなんだ。あ、そうですね。まあ、10分も短いんで、早指し戦しかできないです。まあ、さすがに2時間とかね、まあ、あったので。でもまあ、結構10分でも、なんか相手いきなり接続入れになったりするんで、ちょうどいいかなと思います。なんか迷惑なのはなんか、明け方とかやると結構寝落ちする人がいて、1手目指して寝落ちして10分間待たないと勝てないみたいなのが。ですね。それは、ネット将棋の悪いとこが出ちゃってる。悪いのが出てますね。多分ネタだろうっていうチャレンジしたくなりますよ。はい、なるほど。そうですね。でもなんか3分とかの方が人気あるらしいですね。まあ、それぐらいの方がいい気がするけどな。でもまあ、逆に考える時間、なんか早指し将棋と、いわゆる持ち時間がたくさんある将棋って言ったら違うっていうじゃないですか。ああ、違います。絶対違うと思いますね。うん、考え方も全然変わる。そうですね。なんかすごい失礼ですけど。話をしたんで、なんかそっち向きの騎士になっちゃいそうな気がする。そうですね。まあ、そっち向きの騎士とかあんのかわかんないですけど。いや、僕もなんかあれですね、10秒将棋とかやると、なんかすごい失礼ですけど、なんか頭悪くなると思いますね。なんか、うん、そうですね。まあ基本定石で基本は動かしてって、って感じですよね。まあ、そうだと思います。うん、10秒将棋とかは特に。急にこう対局の局面が変わってそこからもう、ね、あとはダーっていくみたいな、ね。そうですね。結局なんかもボンボンミスしないように駒を取っていくみたいな感じになってっちゃうことが僕の中で多いので、こんなこと言ってたら弱くなっていくぞっていうふうに。いや、でもなんか、藤井くん、藤井七段はい。なんかその、行って、損して、あたかも自分が損してるかのように見せかけて、実はすごいその将来的に、その一手は、後の一手のための手だみたいな攻め方を最近するっていうので、すごい勝ってるって聞いたんで、うん、そういうのもあるんですよ。そうだね。プロちょっと考えてることがわけわからないので、あれはちょっとね、わかんなさすぎて。NHK やってるじゃないですか。ああ、やってますね。あの公開対局、早指し戦。はい。NHK 配信、ね。あれも見てますけどね。あれ見てるんですね。偉いですね。あ、土曜日の朝。日曜日じゃないですか。はい。10時。10時20分からでしたっけ。あれは、よく見てますけどね。この間あれで、羽生さんが、決勝かな？確か負けちゃったんだよね。ああ。合田さんと確かやって、あの、おじいちゃん対決みたいな。ハブさんおじいちゃんなんですよ、確かに。久しぶりのおじいちゃん同士の戦いみたいな。ハブさん負けちゃったんだっけな、その前で。なんか、ハブさん九段で無冠になっちゃって、はい、そこで勝てば一応 NHK 杯取れるって。まあ、NHK 杯が一個にカウントされるか、ちょっというようなところですけど、確かに。うん。でも、ハブさんもね、早指しも強いからね。強いですよね。うん、やっぱまあ、強さんは何やっても強いんだろうな。やっぱでも出てくるとワクワクしますよね。羽生さんだって。いや、なるほど。あれなんですね。吉野さん将棋やるんですね。いや、でも、
全然ですよ。うん、でも、あ、そうですね。動かし方分かれば、できるって言っていいじゃないですか。それなりぐらいですよ、本当に。うん。そんな、うん、強いか弱いかで言ったら弱い方なんで。将棋。そんなとこですかね。そんなとこですね。うん。はい。一個お知らせ。お知らせ。お知らせ。全然、聞かれてないんでお知らせしても意味ないんですけど。ちょっとまあ、問い合わせフォームっていうのを作ってみたんですよ。サイトに。はいはいはい。問い合わせフォームって作ったことあります？問い合わせフォームですか？メール問い合わせフォーム。メールフォームか。あるじゃないですか。アンケートとかじゃなくてメールフォーム。なんかその問い合わせっつってサイトが出てきて、その自分の名前とアドレスと入れて送信ってやるじゃないですか。はいはい、あれをサイトに作ってみたんですよ。で、例えばなんか、ポッドキャストのリクエストとか、アプリのバグとかあったら、送ってくださいっていうの書いてあるんですけど、まあ、一応作ったんで、なんかあれば送ってほしいんですけど、問い合わせフォームって、その作ってる時感じたんですけど、その、なんだろう。いわゆるフォームじゃないですか。ウェブのフォームなんで、そのインプットとか、そのテキストエリアとかこう使って作るんですけど、あれって、裏側で、メールを送らなきゃいけないもんなんですかね。え、あ、メールを送らなきゃいけないもんなんですか？もんじゃないと思いますけどね。うん。だ単純に例えばさ、フォームで送られてきた内容を、ただデータベースに保存して、こっちが確認できればいいじゃないですか。そうですね。だからメールを自分に送る必要ないじゃないですか。はいはい。別に内容確認できればいいんで。でも、問い合わせフォームとか行くと、だいたいメールフォームって書いてあるじゃないですか。メールフォームって。はいはい。で、実際にこう、フォームに入力して送るってやると、メールが届くじゃないですか。自分にも確認のメールが。だから、メール送んなきゃいけないのかなと思って。いや、メール送んなきゃいけないことない、ないと思います。あと、あれ、なんでしたっけ、Google フォームとかって全然メール送られてこないですよね。うん。あれはでも、アンケートじゃん。目的としてアンケートじゃん。はいはい。問い合わせじゃないじゃないですか。問い合わせそうですね。なんか、何でしたっけ、なんか問い合わせ有名なサービスありますよね、無料の。何でしたっけ、忘れちゃいましたけど。そうですね。メール送られなきゃいけないっていうことは全然ないんじゃないですか。なんでメール送るんですかね、でも昔の名残なんですかね。うん。いや、だから作って、だから例えば、スラックで自分に通知が来るだけでもいいかなと思ってて。で、じゃあそのフォームの中に、その相手の、その、なんか書いてくれてる人と連絡取れなきゃダメかなと思ったんで、そこのアドレスさえ分かれば、はいはい、スラックで例えば通知来たら、その問い合わせの結果はそのメールで返せばいいみたいなのできるじゃないですか。だから自分にこう送るのはメールじゃなくてもいいのかなと思ってて、メールである必要は何なんだろう。まあ、誰もが一番よく持ってるインターフェースなんですかね。ああ、そういうことかやっぱり。スラックじゃないのはそうだと思いますけど、なんかそのサイトで、持っててくれればいいのになっていうのは、やっぱありますけど。うん。ね。まあ、昔からの名残なのかな。名残。まあ、一個あるのは、ウェブからこうメールが送れるっていうメリット。だから、メーラーを立ち上げなくていいとか。はい。うん、っていうのは、まあ、一個あるかなとは思うけど、まあ、作ってみた後になんでメールを送ってんだろうっていうのは、実際、フォームがあって、送信ボタンポチってやると、内部ではメール送ってるんですよ。そのフォームのパラメータを受け取って、内部で Gmail に送信するっていうのをやっていて、これまあメールじゃなくてもいいよなっていうのを作った後に感じたって感じです。あれ、メールフォーム見つからないですね。あ、見つかんないですね。あれ。じゃあ見つかったら、送っといてください。あれですね。サーベイモンキーっていうのが。あ、サーベイモンキー？そうですね、うん。あれもまあ、調査用のフォームを作るアンケートとかも集計するやつだから、アカウント作って、それでアンケート作って、その作ったアカウントにこう集計結果来るじゃないですか、あれ。なんかまあ、メールフォームではない。メールフォームっていう概念が難しい。なんですかね。そっか、なんかメールフォームっていうのはまあ、もちろんメール送んなきゃダメなのか。メールフォームだ。アンケートフォームはアンケートじゃないですか。確かに、しかもあれ、メールフォームってやると返信もメールで来る前提ですもんね。うん。あ、なんか面白いですね、うん。だからまあ、その入り口としてウェブのインターフェースがあるだけで、その後は全部メールですよ、みたいな。な
暗黙の了解が実はメールフォームっていう言葉の中にはあるのかもしれない。かもしれないですね。ちょっと、うん、なんか、もやもやしてきましたね。調べてみたくなりますね。世界で初めてのメールフォームは何かみたいなのを見たくなります。でも大抵なんかメールフォームって、なんか不動産とか、何でもいいですけど、なんかあって、だいたい送ると、相手方にもこうメールが行っているような感じで、で、だいたい自分には自動の返信メールが来て、問い合わせ受け付けましたっつって、で、その後になんか担当者からこうメール来るじゃないですか。そうですね。だからまあ、メールなのかな、みたいなね。うん。向こうにも送られてんのかな、みたいな。うん、確かに最初からメールアドレス、うん、でもメールアドレス書きたくないっていうのもあるんでしょうかね。でもメールフォームの方が怖いですよね。なんか好きなだけ送られそうな感じです。なんか一個その怖いなと思ったのは、全然知らない人のアドレスを入れることもできるじゃないですか。自分のじゃなくて。ああ。で、それで、ある種のそのメールを送れるような仕組みのフォームがあるんで、なんか攻撃のツールとして使われる可能性がありそう。踏み台として使われそうです。だからそういうのも考えると、まあ、もちろんその存在しないアドレスの場合はエラーが返ってくるんで、それはまあ送られないんですけど、存在する場合はその全然知らない人から急にメールが届いてみたいな感じになるんで、うん、まあ、それちょっと怖いなとは確かに怖いですね、うん、思いました。ただまあ作っちゃったんで若い人がいたずらで使いそうです。作っちゃったんで何かあれば送ってみてください。え、ちなみにどういう問い合わせを受けてるんですか？あ、URL は、かかききけけ .com/contact。あ、そうそう、podcast じゃないです。多分メニュー、一番上のメニュー、かかききけけ .com にアクセスしてもらって、一番上のメニューの中にコンタクトっていうのがあるはず。あ、ありますね、ありました。サポーターやらなきゃいけなかったら忘れてました。サポーターの隣にコンタクトっていうの。あとは、一番下のフッターの部分に、コンタクトのリンクもつけてあるんで、そこからも行けます。で、このフォームに名前と E メールとメッセージを入れられるようにしてるんで、それをサブミットすると、僕とその E メールで設定したアドレスに確認メール飛ぶようにしてる。すごいですね。だ作ったけど、なんで作ったんだろうみたいな。なんか突然、こう、全時代的なものが入ってきた感じがして面白いですね。でも、ウェブサイトといえば、コンタクトフォームいるかなと思って作ったんですよね。今の時代だったらね、別に、その本人に連絡取りたいだけだったら、ツイッターとかもあるわけじゃないですか。だから、正直、個人向けのサイトで、問い合わせフォームっていらないのかなっていうのが、やっぱり作った後に思ったんですけど。まあ、それでメールである必要があるのかとか思ったんですけど。まあ、そうですね。こうなってくると掲示板とかできてきそうで怖いですね。ああ、そうね。BBS ね。BBS ね。確かに確かに。そうなんですよ。ちなみにこのサポーターチャンネル、サポーターのページの背景にあるジェンキンスとか書いてあるやつ、何の画像なんですか？これ昔なんか僕が作ったやつですね。ああ。なんか CI 回すのにこういう仕組みでみたいな。なんか。そのまま使ってるだけ。変わったフォントを使ってますね。これなんだろう、これパワポとかで作ったんじゃないですか。パワポでこのフォント使ったんですか。あ、違う。架空かな。ああ。うん。なるほど。そうなんですよ。はい。作りました。はい。じゃあそんなとこで平成最後ですが。はい。いいですか。いいですね。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。